ちゃこんにちは。ちゃさあ、ゆたかさん。終わったな。はい。今日は、練習試合、まあ、2チーム、2試合、ね、2試合ですね、はいはい、4チーム、ね、4チーム、はい、4チーム2試合ちょっと総評というかちょっと取り上げたいんですけれども、はい、まずは、日本ハムと中日の試合がありましたけれども、ね、まあ、中日からな、はい、まあちょっとミスが多いな。まだチームがこうもちろん完成されてはないと思うし、はい、まあ、これからね、ましてやその出てる選手がこれからの選手が出てるから、はい、まあ、ミスもいいんだけども、うん、そのミスの質があってさ、まあ、例えばその送球ミスが一番嫌なんだよね、うん、で立浪監督もおそらく取るミスとか、はい、そういうものはもう仕方ないと思うんだよ、うん、だけどその取ってから投げるミスっていうのは一番こう野球の基本が詰まってるところだから、まあ、嫌がると思うんだよね。カバリングに入ったシーンのミスっていうのもあれは中日でしたよね。まあまあ中日だよね、はい、だから、まあ、2つのそういうミスが、まあ、やっぱこう失点につながってるしね、うん、レギュラーがちゃんと出ればああいうミスは多分ないとは思うんだけども、はい、若手にチャンスがある間は、はい、やっぱああいうミスはあんまり見たくないよね。そうですね、うん、でその若手の選手もそのチャンスをつかまなきゃいけないっていうところでのあのミスは、うん、やっぱり自分のチャンスを潰してしまうことにももちろんもちろんなってしまいますもんね、うん、ただなんていうのこうバッティングのテーマとすれば、はい、やっぱ全力で振ろうと、まあ、とにかく決めたら振ろうという、なんか中途半端なスイングっていうよりももうみんな一発立ったら一発持っていけるようなスイングをしようっていう、とにかくボールを振り切ろうとする、はい、なんかそういう姿勢が見れたんだよね。いや本当すごかったですね今日の中日の方はね、はい、ただまだまだその肩を振ってる、腕で振るんだけども、はい、まだこう肩で振るから開きの早いバッターがちょっと目についたね中日のバッター陣は、うん、だからそれがこう解消されつつある選手もいれば、はい、まだなんかこう勘違いして肩で振ってるっていうか、はい、そういう選手たちが時折いたなっていう、うん、だそういうものが治ってくると、はい、打てる素質のあるバッターたちが多いから、まあ、得点力も上がるんじゃないかなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、一方の日本ハムですけれども日本ハムはね、はい、これはもう終始やることは変わらない。もうとにかくバッター初球から打つ、そういう準備をしっかりして打席に入る。だこれはもう徹底されてることと、はい、あとはそのなんていうの外野に飛んだ時には外野から内野にボールを戻すまで、はい、プレーは生きてるよという形で、まあ、やってるよ、ね、目的がしっかりしてるという、まあ、今日なんかはいつも戦ってるメンバーよりガラッと変えてね。そうでしたね、まあ、ファーム主体というかそういうメンバーで行ったんだけども、やっぱそれは上のチーム1軍も2軍ももう浸透し始めてるというか、はい、新庄イズムがね、うん、だからそういうことをやると、まあ、チームは強くなるだろうなっていうふうに思うよね、うん、ただその守備でちょっと、セカンドが前に突く的に飛んでファーストアウトのあのシーンで、まあ、まあそうだね、はい、まあ、細かいこと言えばのワンアウト1、2塁でね、はい、でセカンドに高いバウンドで行ったんだけど、はい、それを前に出ればショートバウンドで取れる打球で 先の塁で殺せる当たりだったんだけども、はい、それを待ってなんていうの安全に1塁でアウトにして2アウトランナー2、3塁を作っちゃったんだよね。それはやっぱ一つ前に出て類を殺すことによって先の類を殺すことによってなんていうの次に打たれても1点しか入らない、でも打たれたら2点入る、うん、だからそういうシチュエーションも考えながらここで消極的になるのか、はい、ここで積極的に前の類を殺しに行くのか、うん、そういう思考っていうのはやっぱこう積極的な、うん、方に持ってほしいなって。でなぜかというともう新庄監督がやっぱ守るっていうことはない、あの監督はやっぱ攻めっていうことに徹してるだけに、やっぱ守備も守るっては書くけども、はい、やっぱ守備も攻めなんだよね、うん、だからそこら辺はやっぱこう勘違いしないで、うん、攻めてほしいなっていう。ミスしてもいい、前に出てミスするミスは俺多分攻めないと思うんだよね、うん、だから監督のどういう風な野球をやりたいかっていうのを早く若手も知ることだよね、はい、安全にやってたら何の魅力もなくなるよ、うん、まあそれは思ったね。さあもう一試合ですけれども、はいはい、DeNA と広島の練習試合ありました、はいはい、まあ、広島の方は、うん、まあ、順調に林だとか、はい、そういうのはやっぱ成長してるなって思うよね、うんうん、だからそんな心配ないんだけど野手はね。で、まあ、もちろん鈴木誠也
がいなくなるから、はい、まあ、そこら辺の心配はあっても、まあ、他の若手がどうなのかっていうとやっぱ順調に伸びてるし、はい、ただやっぱりピッチャーだな今日ちょっとね、そうですね、打たれたというだから広島のピッチャーが悪かったのか悪いのか、うん、横浜 DeNA が素晴らしいのかこれはちょっとわからないけども、はい、DeNA が DeNA のいいね、はい、今日いろんな得点の仕方ありましたけれどもシーズン中はさ、はい、一番チャンスを作るのが DeNA じゃないかってで一番潰してるのも DeNA じゃないかって言われてるんだけど、うん、今日はなんか無駄がなかったよね、まあ、例えば塁に出て、ね、バントで送ってサードの犠牲フライで下位打線が、はい、もうすぐ1点取るとかさ、はい、とか、まあ、足を絡めるとか、はい、太田大志が、ね、いきなり結果を出すとか、うんだからすごいいいところばっかり目立ったんだよね。なんか やりたいこれまでやりたかったその野球ができ始めてるて。そうだね。で三浦監督がやっぱり2年目になって落ち着いてるよね。落ち着いてる。はい、で足が遅い選手でも走らせてみれ相手がミスするとかね。うんまあ、そういうこともある。はい、だから三浦監督がやっぱこう目指してる野球、やっぱり昨年足りなかったその足とか盗塁とか含めて、はい、やっぱ。積極的に意識づけをしてるよね。だからサインをよく出してる、はいうん、だからそれに選手も応えてるし、だからまあいいようには進んでるよね。そうですね。今日出たメンバーでいいとこがあってプラスそこに例えば主力メンバー今日出てないわけで、うん、その宮崎選手だったりとか、まあ、牧選手だったりとかオースティン選手、まあ、佐野選手今ちょっと怪我ですけど、うん、加わってきたらほら本当に本当にある。いややっぱりパワー&スピードが、はい、加われば、はいそれはやっぱり厄介なチームになるし、ね、なかなか抑えられないよね。ピッチャーはどうですか。ピッチャー浜口だけ。浜ちゃん浜ちゃんなんかとっちらかってんだな。浜ちゃんやっぱりコントロールだよね。コントロールとやっぱ立ち上がり、うん、立ち上がり、はい、うん、だからリリーフで今日は投げたんだけど、はい、やっぱこう、なんていうのやっぱりリズムが作るのが下手だね、うん、だから結局、なんていうのかな彼は何でもかんでも投げたがるんだよ。例えばまっすぐにしたってチェンジアップフォークにしたって、うん、投げて抑えたがるんだよね、うん、そうじゃなくてもうまっすぐだったら立ち上がりまっすぐだったらまっすぐだけで抑え切ろうという努力をしていったとしたら、はい、俺そんなにコントロールはとっちらからないと思うんだよね、うん、何でもかんでも投げようとするから余韻が手に残らないんだと思う。いいボールを投げたとしても、はい、次に球種を変えると、うん、だからもう偏りがあってもいいからいやもうこの回はこのバッターはまっすぐだけでこの感覚を残すとかさ、うん、なんかそうした方がいいのかなっていうのは思うよね、うんまあ、今日はね2試合4チーム見ましたけれども、はい、また1試合、まあ、1イニング取ってみてもそのチームの課題であったりとか、はい、逆にこう明るい兆しだったりとか見えてくるような練習試合でしたね、うんまあ、そうだね。だから、ねうん、DeNA のいいところばっかりはこう目立ったけど、はいでもね、一人一人の若手を広島見ると魅力は詰まってるわ、うん、そうですね。これはね、一人一人の魅力は詰まってる、はい、だからここはね、広島は教えがいがあるだろうなっていうふうに思うよね、うん、まあ DeNA もそうだしね、はい、で DeNA の神里もやっと目が覚めたかなっていう今日良かったですね。なんかやっとなんかこう死に物狂いでやり始めたかなっていう、うんね、なんかそんな感じが、なんか心強さを感じたけどね、はいうんまあ、あと、まあ、ゲームに出たネオとか、はい、石川とか鵜飼、はいうん、で清宮も見ました、はいまあ、森も見た、はいねまあ、秋広も見た、はいね、ちょっとこれは一本の動画にしてまた伝えたいと思います。あ、まあ、今日はね取って出しの、まあ、オープン戦練習試合 の、 その総評ということで、はい、まあまあでもどのチームも順調には来てると思うよね、うんうん、そうですね。でやりたいことがしっかりなんかやらせたいことがなんか選手たちもには伝わってる、うん、そういう姿が見れるから、はい、なんかこううまくいくといいなっていうふうに応援してます。はい、わ、はい、かりました。